ルマンはフランスの西部に位置する都市でサルト県の県庁所在地である伝統的にメーヌ地方の首都とされてきた現在カトリック教会のルマン市教座が置かれている地球を陸半球と水半球に分割した際陸半球の局はルマン市に存在するルマンはプトレマイオスによって初めて記述されたローマ帝国の都市ビンディニウムは ガリア人の一部族アエズイの従属部族アウレルチの首都であった。ルマンはチビタスセノマノルムとして知られていた。これらの都市は古代ローマ属州ガリアルグルネンシスにあった。3世紀に建てられたアンフィテアトルムが現在も見られる。トゥールのグレゴリウスはフランク族の副王リゴメルがフランク族領の統合のため遠征したクロビス一世によって殺害されたと記載を残している。 キリスト教家はフランク王国の時代に行われた。865年、町はバイキングの襲撃を受けた。16世紀のルマンメーヌ第一の都市として、ルマンは11世紀にはアンジュー博とノルマンディー公の構想の舞台となった。ノルマンディー公がメーヌを手中に収めると、ギオム公はイングランドへ侵攻し成功した。しかし、1069年に、 市民の反乱が起こりノルマン人が追放され、エステヘン教博、アルベルト・アッツォ2世位、デステノコ遊具が、メーヌ博遊具5世位を受賞した。事実上のメーヌ博位を持つのは、イングランド王であったが、長年敵対してきたアンジュ博家が、イングランド王家と、遠赤関係を結んだことで、風力男獣が、メーヌ博となった。ヘンリー2世位とその王子たちとの内戦時代に、 ルマンは攻撃され火を放たれた。ルネサンス時代のルマンには、ジャック・ペルティエラ、プレイヤード派と呼ばれる詩人、文筆家が集った。フランソワ・ラブレイとピエール・ド・ロンサールは、ルマンで互いに知り合った。17世紀から18世紀には、ルマンは織物業の町として繁栄した。第二次世界大戦中、ルマンはナチスドイツに占領されていた。ノルマンディ上陸作戦の勝利後、 1944年8月8日、アメリカ軍がルマンを解放した。ソースイコール1999年まで、LDH, イヘス、カシニに、2004年以降 INSEE ルマンには、保存状態の良い旧市街と大聖堂がある。サンジュリアン・ルマン大聖堂は、死の初代死教であるルマンの聖ユリアヌスへ捧げられた。その他、旧市街の古代ローマの残余、カシのローマ浴場がある。 旧市街、シテプランタジュネ。後方には、ガロロマン時代に築かれた城壁が見えるサンジュリアン・デュ・マンダイ堂動理性ベルビュー・ブガッティ・サーキット・ブガッティ・サーキットと、ブガッティ・サーキットの一部及び行動で構成される、サルト・サーキットがあり、1923年に以降、行われている、ルマン24時間レースなど、モータースポーツの開催地として知られている、同レースの主催者である、 フランス西部自動車クラブの本部も置かれている、松井大輔が所属していた、プロサッカークラブのルマン UC の本拠地でもある、ありがとうございます。